えー、速塾の子です昨年の4月だったと思いますけども麻生財務大臣が、ね、国民に全員一律に10万円払うよと5月ぐらいから皆さんの手元に届くよみたいなねそんな報道をされましたよねあの時ぐらいですかね麻生財務大臣がいいことしたなと思えたのが。でもです、ね、でももすね なんで麻生さんそんな嫌がって払うんだよみたいなね。結局、麻生さんが財務大臣から報道することにはもう反感しかないですね、私なんてのはね。さあ、今回はその記事を取り上げてみましたけども、皆さんからのコメントをいただきました。皆さんからのコメントはどんなものがついたでしょうか。それではそちらの動画の方をご覧ください。どうぞ。はい、えー、今回はですね、去年の5月ぐらいに、4月か、4月ぐらいに出た記事を私がね、改めて読んでみたところを、皆さんからね、あの、いろんなコメントが寄せられましたんで、紹介していきたいと思います。 皆さんいつもありがとうございます、えー、こちらですねケースさん5月に出した場合は社会福祉協議会からの支援をさせていただいた返済がちょうどいいタイミングだから返済が可能な人たちのために10万円をそのタイミングで払わせるためだと思うアソーはやはりワ悪事はすごい <laughs> 2020年4月からあ社協から貸し付けをしている人から返済してもらわないといかん月だから あれの頭の中、はそんなことしか考えつかないと思う。本当に困っている人たちを助けてくれるなら、2020年、年内に一時給付を配っている。まあ、もらえるもんはもらって、助かるからありがたくもらいましょう。だけど、麻生は政治から,からは追い出さないとダメな人材、国民のためには絶対というほど役に立たない人。おなるほど。辛辣な評価でございますね。えー、で、藤本さん。 社協で貸し付けされている方は、今回の非常事態宣言に、えぇ、ー、召喚期限が伸びたんですね。あ、なるほどね。あなるほど、なるほど。いいですね。こういうふうに柔らかく書いていただくと、やっぱり素直にね、返信もできますからね。えー、仲良し、仲良しということでございます。ここでね、もう知らなかったのか、お前バーカみたいな、書く人はいるんですよ。だからそういうのはやめましょうってことですよね。これすごくいいじゃないですか、こういうやりとりね。やっぱりね、私たちは全知全能じゃないですから、わからないこととか知らないこととかうっかりとかもあるんですよ。だからそれはね、やっぱお互いにこうやって助け合っていきましょう。 仲良くやっていきましょうどうしてくんおおご無沙汰でございます結局こうして行われた10万円給付も麻生氏自ら貯蓄に回ったので必要なかったと言っていると今政府は打つ手なしの状態だと言えますなのでツイッターや官邸国民民主党などの野党に提言していることがありますはい第3次補正予算を組み替えそうですね10万円給付を3月と持続化給付金 一回を支給し、その際にこの3ヶ月収まるよう協力してくださいと国民にお願いします。これいいですね。3ヶ月収まった時には、協力感謝金としてさらに2ヶ月10万円給付と持続化給付金1回支給しますと約束する。これいいですね。国民は特にお金のない若者必死になって自粛すると思います。そう思います。飲食店の時短要請や GoTo は必要ないです。はい、ないです。感染が収まれば、 残った給付金は国民は消費しますしね、外食や旅行するのですぐ経済は回復しますまさに V 字回復です五輪も開催できるかもしれないですねただ海外の様子を見ないと五輪開催はわからない、はい、そうでもして感染者を減らさないとまず医療が崩壊し経済も壊滅するすでに今の状態は大企業も反発してきていますサイジェリアですよねその他物言える企業っていうのは少ないですからね あとはあ、財務省の脳みそをどうやってぶち壊すかですね。財務省の職員をね、ちょっとね、並んでもらいたいですね。俺と対面を張れっていう話なんですよ。もうこうなったらね、もう決着をつけるぞと、と <laughs>、えー。頭では叶わないんでね、あの、暴力で。<laughs> えっと、菅の、えー、唯一の、菅じゃない、これ菅総理ですね。菅の唯一のみそごです。そうですね、菅総理に、あのー、あれですね、リングに上がってもらってね、財務省を一人ずつ打ち倒してもらいましょう。ね。菅総理、空手やってるわけですからね。 これしか方法ありませんと送りました。ありがとうございます。どんどん送っていきましょう。えー、大福さん。来年のオリンピックには生きていないぞ。これは誰のことなのかなと生き延びるぞ。鈴木、えー、さんですね。金持ち麻生に庶民の生活苦が分かると思えない。分かんないでしょうね。前回の給付金も公明党さんが一日10万として実行するべきと言ったから実行されたからで、えー、この声がなかったら、岸田さんが言っていた30万円で決まっていた、あ、限定所得の方にですね。 今回はいろんな人が給付金について質問しても返答しないからですかね。こう、高額給料にボーナスも入る人たちに庶民のことなど考えていないということですね。まあ、そうなんですよね。こういう人たちに限って、ね、自己責任論を振りかざすんですけども、あの、自己責任で及ばないところはやっぱりね、国が守ればいいんじゃないかなと思うんですよ。で、自己責任の部分もあるけども、それが及ばないところもあるんですよ。それを最後までね、自己責任って言うんじゃなくて、じゃあこっからはね、自己責任が及ばないから、ちょっとね、あの、助け合いましょうよって形で、 国が手を差し向いてもらえれば、税金を払ってね、よかったよかったって話になるんですよ。ちゃんとやってほしいですね、こういうところはね。はい。コメントありがとうございます。おさむさん、一律特別生活給付をお願いします。申請書お願いします。10万円を3回意識お願いします。生活保護も収入認定されなければ嬉しいです。はい。そういう風に活動していきましょう、これからも。はい。えだ、ー、ま玉さん、いつも動画ありがとうございます。だ玉さんもね、長いお付き合いになりました。久保さん、おはようございます。手挙げてくれた方あれば、話題になりました。 国民をバカにしたような創置には呆れ果てしまいましたから、この次は両足上げてでも言うのかな <laughs> 西田さんの動画配信は私も見ました。内々に議員で会合したと最後は会合した議員から目から鱗と話してましたよね。そうです。同じ動画見てますね。小玉さんもね。どれだけ各議員締め付けられて抑え付けられて意見を出しても却下ばかりで受け入れてくれたのであろうと思います。ある動画配信では国民が働く給料4% ー減るような話も上がってるとなるほど崩れゆく日本列島ですねもうこうなったらねチャンバラで立ち向かうしかないですねはいはじめさん久保哲さんお疲れ様です朝かはじめですはいありがとうございますいい名前ですね朝かはじめってねなんか爽やかになんか,んなんか朝ねいい香りが漂ってきそうなそして「1でしょ「はじめ」でしょ「物事の始まりは1「1、えー、泥棒の始まりは石川越えも」 スケベの始まりがこのわたくしっていう感じですよね。おはようございます。今回また給付金の話が出ましたが、私としては去年一律給付金と同じく、生活保護者もございます、もらいますように、働きかけようではないですか。では、久保田さん、お互いコロナに気をつけましょう。朝家さん、ありがとうございます。いっぱい文字をね、書いてくれましたね、絵文字はね。またコメントください。 はい。金正カリさん。えー、予算、うんぬんというよりも、自己の申告制で最低でも30万円以上を獲得できるようにするのが良いかも。借金というよりは単なるごまかしとしか言えないでしょうと。その通りですね。桜さん、病院に行ってきた。少し血が出た。ああ、来週検査。ああ、お大事にされてください。続いたコメントですね。えー、一時給付金は生活保護年金、えー、自給者ももらえるように頑張ってます。えー、玉木議員の事務所にも電話して伝えてくださいと話しました。いいじゃないですか。すごい。あと、明日の、 通常国会中継、明日ですね、いよいよ。一番見えるチャットで講義します。どうなるかわかりませんが、せまくります。私もね、チャットに参加しようと思いますので、その時はよろしくお願いします。はい、次、山本純一さんですね。山本純一さんって言ったら、なんか昔光源氏いましたね、そういうのが。ね、山本純一じゃなかったかな、うん、すいません、話が違いますね。隠されていますが、一昨年よりその前の消費税増税の最大の目的は、 年金財源がこのままでは枯渇するというものでした。さて、東京都が史上初の財政赤字となるほどの、税収、急減。えー、年金支給額カットの可能性が現実味を帯びてきました。個人的にはザマーという気分です。うん。まあ、お気持ちはわかりますけどもね。うん。でもやっぱり、みんなが幸せになった方がいいですよね。うん。久保さん、おはようございます。佐藤さん、どうもおはようございます。毎日、給付金出る場合は、あ年金受給者、生活保護者は該当するのでしょうかまあ、該当は、 常識的に考えたらしないんですけども、すでに給付を受けた状態ですから。でもこの際ですからね、受け取ってほしいですよね、こういう人たちにも。ね。だから、こう、誰には渡す、誰には渡さないってやったら、またね、手間もかかるし、いいじゃないですかね、一人でも多くたくさんお金もらえたら、その分だけ、あの、お金が使える人が増えるわけですから、うん、なんかね、その、デフレ不況の中の、えー、まあ、事業者もね、うろうんじゃないですか。 私が思うのは、年金受給の方とか生活保護の方が、もっともっとね、時給額が増えると、その分だけいっぱい使ってくれるんで、経済活性化するんじゃないかなと思うだけですよね、うん。だから、この人には払わせる、あの、受け取らせるな、みたいなムーブメントがあると、デフレが進むんで、あんまりいいことないと思うんですよ。だから、年金受給者だろうとね、生活保護だろうとね、パパ活の女の子だろうとね、どんどん給付金。 あげればいいんじゃないですかそれこそインフレターゲット2%とか3%になるまではどん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 お金を払ってあげてもいいと思います。皆さんどういうふうに思ってるでしょうかそれでは本日は以上です。皆さんコメント引き続きよろしくお願いします。